で場所、はい、前モンスタージャパンがあった場所からちょっと車で2、3分ぐらいですかね、はい、あの駅から近くなったんで、あの電車の人は通いやすくなったと思いますし、車もね、自分の前で止めれるんで、場所は、住所も今言いましょうかね、はい、よかったら、はい、ここに概要欄に載せておきます、はい、で中の案内ちょっと今からちょっと説明させてもらいたいんですけども、はい、前あったモンスタージャパンにあったようなスミスマシン、これまたそのまま入れてるんですけども、はい、まあ、全体的にこのブラックですかね、壁も黒く塗って天井も黒くして、はい、でまあフィットネス関係の有名な選手たちの写真とかつけたりして、はい、でこちら看板ですかね、こういう大きい巨大ポスターみたいなのも、というようなところに付けました、うん、そうですね、かっこいい感じにジムの中は仕上がってますよ。はい、じゃあサラマッチョさん、今日はね、このうちモンスタージャパンの名物じゃないですけどこの100キロ90キロダンベルの90キロの方を、はい、なんかやってくれるんですかね、リストカール、バーベル、はい、このはい、じゃあサラマッチョさん90キロダンベルを、よいしょ、じゃあね、はい、90キロダンベル普通の人が持つとどうなるかちょっとやってみようと思います、はい、これね、これめちゃくちゃでかいでしょ、これめちゃくちゃでかいですけど、これを普通の人が上げるとこうなります、はい、いきます、はい、普通の人が上げると、やっやっ、普通の人はやって言わないですけど、やっ、はい、やっぱでー、いや普通の人そんな言わないですよ、やっぱでー、大変、おー、上がった、来年、これ普通の人じゃないけど、はい、90キロ、バカじゃねえのこれめちゃくちゃ重たいですよこれ、はい、こんなもんです、はい、さすがですね、クソ重たい、クソ重たい、また戻してくださいね、えこん、あじかさん、はい、ここまでしか戻らないです、はい、あーこれ味川さんでも重たいですね、いやもうこれ重たいですね、これ動かしたくないですもん、あーよし、すいません、もう無駄な仕事が増えましたね、よしよし、じゃあ、はい、ダンベルは、こんな感じで、もうほんと軽い重さからめちゃくちゃ高重量までどっすりありますんで、はい、上級者の方でも満足していただけます、はい、でベンチ台も2台、まあ、全部で3台ですけど、まあ、ここにダンベルエリアに2台ありますね、あ一応パーソナルジムは、ね、基本マンツーマンで1人しかお客さんは入れないんですけども、なぜかベンチ台が2台用意されているという、はいはい、ベンチ台もね、まあ、多分好みあると思うんで、そうです、はい、あの使いやすい方を使っていただいたら、はい、何個もあります、ちょっとこの段を1つ登っていただくと、まあ、レッグプレス、はい、はいはいはい、レッグプレスがジムに入ったと、そうです、そうです、なるほど、いいですね、そういえばサラバッチョさん、前あのモンスターパンでトレーニングした時にこのレッグプレスまだなかったですもんね、なかったですね、そうなんですよね、このレッグプレスを、まあ、足のトレーニングって言ったら基本的に、まあ、僕もスクワットをおすすめしてるんですけども、まあ、これちょっと膝とか腰とか悪くて、はい、なかなかねスクワット自重でもしんどい方もやっぱり中にはいらっしゃるんで、はい、そういった方でも、まあ、安全に足のトレーニングができるようにっていうことでレッグプレスを今回あの入れました、はい、じゃあこれやってみていいですか、はい、やりましょうか、よし、じゃあちょっと今味川さんに乗っていただいたんで、はい、レッグプレスやってみます、はい、えいき、おお、いいですね、いいですね、うぅー、おぉ、うぅー、はい、OK って感じでね、はい、追い込んでいただけるということで、はい、いいっすね、これこれいいでしょ、レッグプレスは、はい、はい、こちらが、まあ今ちょっと暗いですけど、これ2階スペースですね、はい、こちらでそのこのモンスタージャパンに来た時の説明とかを聞けたりすると、はい、そうです、最初の新規のお客さんとかは基本的にここで、最初プランの説明とかを一応してます、はい、あともう一つここでそのちょっとセミナーみたいな感じで机がいっぱいあるんでちょっと机を教室みたいな感じで並べて、はい、ちょっと彼になんかセミナーみたいな感じ学科のセミナーみたいな感じでできたらいいなと思って作りました、ね、なるほど、ちょっと僕はちょっとそのセミナーの雰囲気を今からやりますね、はい、このねホワイトボードとかもあるんでこういうのを使ってもセミナーが行われる予定であるということで、はい先生どうやったら筋肉はつくんですか、うん、それはね重りを持って押したり引いたりすれば筋肉はつくんだよみたいなやり取りがここで行われるわけですよね、
そうですそうです、はい、そうですよね、はい、そんな感じです、はい、なるほど、いいっすね。この筋トレ初心者の方ってやっぱりね、そのどうやって筋肉動くかとか、どういう種目があるかとかも全然知らないと思うんですよ、はい、そういうのを、まあ、しっかりと教えていただけるということで、はい、はい、アジカンさんが教えてくれるということでね、はい、さっきみたいな適当な説明ではないです。いや、でもあんな感じです。あんな感じ、はい、あんな感じです。もう押したり引いたりすれば筋肉つくんですよ、はい、そうそれしか調べられないです。最後だ、はい、こちらジムから徒歩10秒でたどり着きました。これは宿泊施設ですね。こちらの証書ですか、これ。はい。これはそうですね。この施設、民泊できるこの施設の、はい、あの許可証みたいなのを受け入れ済みですね。そういう許可がいるんですね。そうなんですね。お泊まりしようと思うと。各部屋に例えば火災報知器であったりとか、はい、各フロアに消火器がちゃんと置いてるかとかっていうのを全部こう、はい、消防士の方が来て検査しているような感じなんですよね。はい、真面目な話してますけど、あの格好格好ぐちゃぐちゃですからね大丈夫ですかこれ洗濯機がありの、はい、こっちが台所ですね。いや、これもあのなんかもうほんと住めますね。レンジがあって、ね、冷蔵庫も結構でっかいのがありますし、記憶が共有スペースみたいな感じで、はい、まあ、iPhone 携帯の充電器であったりとか、はい、ポットとかレンジ、これも全部みんな共有で使っていただけるような感じですね。はいはいはい。これ相当ドアップですよ。相当ドアップになってますよ。はい。まあここは一応お風呂のスペース。ここも一応共有スペースになってまして、まあドライヤーとかもありますし、はい、各自こう着替えとか入れれるようなところとかも用意してます。はい、でこの辺も全部一応リフォーム済みなので、まあ綺麗な状態で使っていただけます。この建物自体は結構ね、築何年ぐらいの結構古いです正直。はい。築300年ぐらい。300年、はい、ぐらいなんですけど、江戸時代からあるんだ、この建物は。はい。全部ホームズになって、綺麗に使っていただきます。はい。中見ていただいたら、その古い感じ分かると思います。ね、少し分かります、これ。これ、昔ながらの中に最新設備のこの、給湯器的なね。はい。給湯器シャワーは一応最新ですけど、はい、このお風呂のこの湯船は300年前と同じやつ。これ懐かしいな、うちのおばあちゃんちとかなんかこんな感じの深いお風呂だった気がしますね。いいですよ、これ。はい、こちら、1号室ってありますけど、そうです。あの入り口から入ってすぐの部屋、これが1号室になっています。ちょっと気になるものがありますね、はい、ちょっとこのこれ、はい、これあれですか、春日がテレビでぶっ壊したやつじゃないですよね。そうです、違いますよね。そうです、正解です。ありましたね、座った瞬間に潰れたやつ、はい、それと同じものを用意しました。同じものですか、はい、皆さんこの上で跳ねちゃダメですよ、これぶっ壊れますよ。バキって言いますからね。はい、あ、でもこれいい椅子ですよね、結構。これ結構ね、はい、リラックスできます、はい。ただ簡単に潰れるんで、それは注意してください。それ以外は完璧なんで。あれは扱い方がおかしいっちゅう、はい。なので僕も、はい、まだ一回も座ってないです。ああ。壊す恐れがあるので。座るときはこっそり座ってくださいと。冗談で、はい、全然僕の、まあ、100キロ以上体重あるんですけど、僕座っても全然、はい、リラックスリラックスしてますね。はい、で基本的に、まあ、各部屋にもちろんエアコンついてますし、はい、扇風機もつけてます。はい、で、ベッド、今、あのマットレスが今取ってる状態なんですけども、宿泊するお客さんが、ね、いらっしゃいましたら、はい、布団も。基本的に、まあ、毎回新品もしくは、こちらでしっかり洗濯したものを用意させていただきます。で、ちょっと、はい、真面目な解説してるんですけど、ものすごいくつろいで、ものすごい変な格好ですけど、はい、そういう感じですね、はい。だったらすぐ左側を見ていただくと、この2号室があります。はい、2号室の中身はどんな感じでしょう、はい、と、こちらにもこの、これがある。そうです。こちらにもあるんですね。あります、これ。はい。あ、いいですね。全部屋カメですね。全部屋になります、はい。なるほど。こちら、はい、3号室に参ります。はい。ウェルカムトゥ3号室。Look at this! いや、これやばないですか、この部屋。え、これって、複数人で泊まれる部屋ってことですか？そうです、そうです。これ絶対このソファー、これ結構したやつでしょ。なるほどね、これ私みたいな人ですと、まあ、下でパーソナルを受けた後にこう2階に上がってきて、ここで動画編集ができるという感じですね。はい、こちらが、ビックリマンのシーツ。これビックリマンで合ってます？これビックリマンです。ビックリマンですね。はい。大和王子が、大和王子がこれいないんじゃないですか？
と多分ね首元ら辺におったと思います。首元ら辺に大和王子います？大和王子を探せ。主人公本当にいない？いないですね。スーパーゼウ ス, ー ー ゼウスブラックゼウス。ブラックゼウス、あこれスーパーゼウス、悪者じゃないですかこれ全部。これ全部悪者系のやつです、ね、はい。あらやだ、これどういうことこれ、これどういうことこのベッド。これはもうあの男女ペアが泊まると思ってよろしいでしょうか。うもしくは、はい、こちらの施設で仲良くなった男女ペアがちょっとここで少し、ね、どんなホテルですかこれ、はい、これあいいっすね。ハイバラいますね。ハイバラです。こっちがね私ね、これ最近のキャラでしょ、アムロさん、アムロイムロさんこれ誰でしたっけ、これ名前なんですかね僕も正直わかんないんですよね。アムロさん、アムロ、アムアムアムロさん、アムロさん、アムロ、アムロさん、アムロさんかな、コナンのキャラクター、はい、全然あの私名探偵コナンは私が中学生の頃から見てないので全然わかりません。はい、ハイバラギリギリわかります。ハイバラギリギリわかりますかね、はい、はい、ということで皆さん、はい、モンスタージャパンの宿泊施設いかがだったでしょうか。私はもう全然そこら辺のホテルよりもリラックスできますし良かったと思います。ありがとうございます、はい。でまあ、この施設があることで本当にあの遠方の方、何時間もかかってここに来るような方でも、ゆっくり泊まってチュレーニングを受けれるということで、ぜひね遠方の方もこちら奈良御所までお越しいただいて安治川さんのパーソナルを受けてみてください。はい、それでは本日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。